はい、皆さんこんにちは。本日はね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。はい、チャチャということでね、こちらの映画を見てきましたと。で、チケットがね、こちらになります。はい、というわけでね、チャチャという映画を見てきました。でね、このチャチャという映画、なんかね、こうイメージ的に、こうビジュアル的にね、少女漫画を実写化したかのような映画のようでありながら、また違った方向に持ってった映画ですね。まあ、本来ならね、これ、なんか小豆色じゃないですか。もっとパステルカラーみたいにすると、なんかね、そう少女漫画っぽくなるんだけど、まあ、このね、小豆色っぽさがね、この映画を表してますのでね、なんかこう、不穏さがあるっていうかね、そんな映画になってきてます。で、映画としてはね、このチャチャという女の子ですね、チャチャという女の子がいて、この子はね、デザイン会社にこう入社するというかね、デザイン会社でフリーランスとして入ってくるのかな。そんな感じで始まるんだけど、一番最初はね、この女の子ですね。この地味系な黒縁のね、この縁のでかいメガネをかけて、さらにこの黒髪で後ろをこう縛ってる。まあなんとなくね、このどこの会社でもいそうなこの地味系な女の子ね、地味系オタクっぽい女っていうかね、蓋を開けてみたらオタクでしたみたいな、そういった女の子ですよね。で、この女の子の、まず視点から始まるんですよ。この視点から見ると、この子はね、デザイン会社に勤めていて、で、デザイン会社に勤めてる中に、このチャチャという女の子が入社してきましたなんてことを、こう、心の声で言うんですよね。今回のこの映画ね、それぞれのこのね、心の声がね、出てくるんですよ。物語ってね、結構こう、主人公とか決めてしまうと、その人の心の声を、こう、ずっとトレースしていくみたいな感じじゃないですか。まあ、こうチャチャが主人公だ、チャチャの心の声で他の人はどう思ってるのか分からなかったりとかするんだけど、今回この映画はみんなね、結構ね、心の声がバンバン出てくるんですよ。で、一番最初序盤はね、この、この地味系な女の子のこの心の声から始まって、そのデザイン会社で勤めてはいたんだけど、そこでね、急に入ってきたチャチャというこのね、イラストレーター、フリーランスかなんかのイラストレーターがやってきて、で、明らかにこのなんかね、もう服がこう、奇抜な、そのデザイン系のね、なんかおしゃれを通り過ぎて、なんかものすごいみたいな、そんな服を着てるわけですよ。で、それを周りのこの、一緒の同僚の女性たちも陰口じゃないけどぐちぐち言って、でさらにね、あまりもすぐにね、こう仕事とかね、社長からもらったりするので、あの子社長と寝てたりとかできてるんじゃないのとかって噂されたりとかするわけですよ。で、まあ、でこの女の子もそういうことを思ってたりとかするんだけど、でこのチャチャって女の子はね、本当野良猫みたいで、まあ結構この会社の中で自由にやっても許されるポジションっていうかね、まあ社長にも気に入られているので、なんかその自分のフィーリングでね、勝手に会社を出て行ったりとか、うん、そういったこともなんか認められるような野良猫っぽい女の子なんだけど、で実際ね、この女の子の心の中では、まあそういったこともね、まあ、計算ではないけど、まあちょっとね、思いながらもやってるわけですね。でこのね、デザイン会社がありまして、そのビルが入ってるわけですよ。デザイン会社がね、入ってるビルがあって、このね、デザイン会社が2階と3階を占拠してるんですね。で1階がレストランなんですよ、ちょっとおしゃれな。でこのね、チャチャがね、このビルの屋上が喫煙所になってて、ちょっとおしゃれな感じでね、椅子とかあったりとかして、でそこでこうね、一服してるところで、そのね、レストランの働いてるね、ちょっとイケメンさんですね、この人もね、タバコ吸ってて、でこの人が鍵をね、置いてったってことで、このチャチャがそのレストランのところに届けに行くってことで、こうね、出会っていくわけですよ。こっちのね、チャチャがね、野良猫であれば、こっちのね、男の子はね、本当は野良犬っていうかね、そのあんまりこの人に関わろうとしない感じの男の子なんですよ。なので今度はチャチャがね、こっちの男の子に懐いていって、まあなんかね、転がり込むようにして、チャチャがこの男の子の家にね、入っていくわけですね。でこの男の子はラクと言って、でこのラクの家にこのね、チャチャがね、転がり込んでいくっていう、そういった感じになっていて、でだんだんね、家に行ったら行ったで、家の中はね、そのなんだ、エキゾチック系のこのおしゃれな家になっていて、でレストランで働いてるぐらいなんで、ものすごくね、料理がうまいわけです。でちょっとね、こじゃれた家に住んでいて、料理がうまくて、まあイケメンでなんてことで、なんだかんだ言いながらね、チャチャもね、この男の子だ気になって、まあ好きになっていくというかね、この二人はね、まあ同棲生活みたいなのが始まってくるわけですね。もうここら辺までは本当にね、まあここら辺まではね、本当によくあるこの少女漫画系の物語ですよね。うん、そういった物語なんですけど、急にこのね、ラクのね、隠し事っていうかね、まあチャチャと出会ったことによって、このね、チャチャがね、自分の好きなように生きるようにしたんだなんてことを言って、まあそこでね、ちょっとね、影響されるわけですよ。このラクも自分を好きに生きようと思うわけですね。で、この好きに生きようとした結果ですね、まあ、この楽は楽でとんでもないことを始めるというね、うん、そういった話になってきます。まあ、ここで、ね、まあ、ビザールラブストーリーなんて書いてあるんですけど、ここで書いてある通り、このチャチャの物語はファンタジーのようでコメディでもありサイコホラーのっていう感じですね。サイコホラーになってくっていうね
あの、本当序盤は本当にね、少女漫画系の実写映画ですね。本当にあっちなんだけど、まあ逆にね、こういった方のアプローチですね。こういった方のアプローチなかったな、みたいな方向性に行きますね。とはいえね、そこまで重いサイコーラーじゃないですよ。その、まあ度合いにもよるとは思うんだけど、まあね、その塩梅ですよね。本当に絶妙な塩梅じゃないですかね。これは、まあ、これはこれで、なんだろうな、この世界観としてはありなんじゃないかなっていう具合の、その、なんかサイコホラーっていうかね、そういった事件になっていくって感じですよね。ちゃ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 で、まあ、巻き込まれながらも、なんか巻き込まれてんだか巻き込まれてないんだかわからないような状況に置かれたりとかして、まあ、楽は楽で、うん、本心がよくわからなくなってきたりとか、うん、そんな感じですよね。で、このね、メガネ系女子ですね。この地味なメガネ系女子も、なんかね、自分は持てないんだろうって思いながらもね、実はまあいろんなところが気があったりとか、まあ、とにかくね、このいろんな人のね気持ちがいろんな方向に向いてるってことね、そういったことをテーマに描かれてますよね。まあ、チャチャがもともとね、この、まあ、デザイン会社に入ってきた時、いろんな男の人から声かけられてるんで、まあこの女の子としてはみんなチャチャが好きなんだろうなみたいなこと思ってるわけですよ。まあでも実際そうではなかったみたいなことも見えてきたりとか、で、チャチャはチャチャでどこが好きなのかみたいなところもね、発揮しなかったりとかして、まあ楽が好きになったりとかするわけだけど、楽は楽でじゃあどこ向いてんだみたいなことになったりとか、うん、そういった方向になってきますね。で、このね、メガネの、このメガネっ子はメガネっ子で、まあ自分は誰か好きなんだけどって感じでね、好きなんだけど、また他からはこうね、矢印は向いてたりとか、他の人の気持ちはね、自分が思ってる方向を向いてるわけではないんだなってことをね、描いてますよね。で、なおかつ自分は意識しなくても誰かに意識されてるってこともあるんだなってことを描かれていて、まあそういったそのすれ違いをさらにサイコーラーにしてるみたいなね、なかなかね表現は難しいんだけど、まあ実験的にはね良かったんじゃないかな。まあ、 何にも知らずに見るんであれば本当にね、あ、どこ行くんだろうこの物語みたいな感じで面白かったですね。まあ個人的にはね、映画本当にね、何にも知らずに見るのが一番楽しいんですよ。何も知らずに見るからこそ、結構ね、映画監督はね、何も知らずに見てるという前提でね、こう、まあ、物語作ってると思うので、まあ、本当にね、何の情報も得ず見るのはいいと思うんだけど、まあ、それでもね、ある程度ね、こういった流れを知りたいなって人もいると思うので、まあ、こういうことを紹介してはいるんですけど、まあね、何も知らずに見る人はもう、一時、調べたりとかしないと思うんで、まあ、個人的にもね、そっち派なんで、一切ね、映画情報を見ないし、まあ、このチラシをもらうときにちょっと見るぐらいと、あと、映画の前にね、流れるその CM で見るぐらいなんで、まあ、それぐらいで、あえて、もう映画の情報は入れずに、むしろね、何も知らずに見る映画の方がね、その映画の本質というか、監督はね、どういった情報を一つ一つ与えてね、見てる観客の頭の中にその立体像をね、描きたがってるのかっていうのが見えてくるので、そういったところも楽しむには、今回ね、チャチャっていう映画全然知らなかったね、そういった面白さありましたね。あんまりこれはね、そう知らずにね、見た方がいい映画ではないかなと思います。はい、というわけで、ね、本日はね、映画チャチャという映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。